それではですね、戦後70年、語る問うシリーズの第13回としまして、今日はですね、元裁判官で弁護士の宮本康明さんをゲストに招きました。皆さん、よくご存知だと思うんですが、宮本さんはですね、司法研修所第13期でして、東京地裁、熊本地裁の裁判官やっておられました。まあ、その頃ちょうど西方教問題というのは勃発しまして、司法危機と言われた時代です。この頃からですね、最高裁の司法統制や官僚統制が強まったんですが、その煽りでですね、宮本さんは、要するに判事法10年で裁判官になるはずなんですが、判事裁に拒否されまして、第1号ですね、日本で という方です。その後ですね 実は司法改革でもですね、非常に活躍されまして、日弁連の司法改革実現本部ですね、の事務局長、それから本部長代行という立場にですね、大変非常に現在の司法改革のですね、中心人物の一人というふうに言っていいと思います。今日はですね、いろいろこう体験された、要するに身をもってですね、戦後の司法の転換をですね、体験されました宮本さんにですね、転換点を中心にですね、現在の司法の問題点も含めてですね、お話ししていただきたいと思います。それでは宮本さん、お願いします。宮本です。これは立ってでもいいですか？いや、立ってもいいですか？座ってもどっちでもいいんです。どっちでも。私は背が低いので、聞いてる人を威圧するために立った方がいいんですよね。今日、お顔を拝見しますと、大体もう、かなりいろんなことはもう、すでに歴史的なことはご存知の方が多いと思いますので、少し気楽に話をしようと思います。で、当初お話があったのは、70年代司法と、それから司法制度改革について話をするようにということでしたので、70年代司法と司法制度改革の間には20年の、時間が流れております。で、その2つを結びつけるのはどうしたらいいのかなと思っておりましたら、題をいただきまして、その題が、戦後司法の転換点ということで、それだったらこの2つが結びつけられるんではないか、ということで、司法の危機のことと、それから司法制度改革、まあ三題話みたいなように聞こえますけれども、これを、話をさせていただくということにいたしました。で、レジュメを、配っていただいておりますけれども、このレジュメは、メモ代わりというふうに、思っていただいたら結構です。この中から、ちょいちょいとつまみながら、話を進めるということにいたします。戦後司法改革、つまり、裁判所の独立、司法の独立、それから裁判官の自立、これを達成したわけですけども、これを否定する動きが、61年、あ、失礼、51年頃から出てまいります。これが、裁判官会議の権限を所長に委譲するという動きとか、それから裁判長の、選挙制度をやめる、これは53年ですが、それから裁判官の勤務評定をする、これも53年で、そういったことで、司法が官僚的な再編成がなされていくわけですけれども、これに対して、復権の動きが出てまいります。で、政治と社会の風向きが変わってくるということにつられてなんですが、当時、自民党が過半数割れを起こすとか、それから
東京都知事に身延都政が成立します。その他に、まあ、大阪、京都、神奈川、福岡、それから、沖縄の、沖縄も入れていいかもしれない、ですね、あの吉良さんが、知事になると。でそこでそれにまあつられるようにして司法にも変化が起きてまいります。3つ挙げております。で裁判の上で、憲法違反の判断、無罪の判断が次々に出てまいります。まあ、公安条例の違憲判決、これが象徴的なんですが、公安条例の違憲判決が最高裁で否定されてもなお無罪の判決が続くとか、それから禁票、教員の勤務評定、これの違憲判決が出るとか、そういうことで、これが、66年10月の前提注意の憲法違反の最高裁判決、これが頂点だと思います。それから裁判所の部内では、裁判官会議を活性化させようという動きが出てまいります。で私は61年の福岡地裁初任ですが、福岡地裁でも当時藤田幸三、後に、公安審査委員会の委員長をなさる、でそれから審議会、司法制度改革審議会が始まったら最高裁の立場で委員に就任されるということなんですが、その当時まだ血気盛んな判事法で、この人が福岡地裁で裁判官会議を、毎月開こうと、定例化しようという、そういう決議を出す、それが所長に潰されると、まあ、そういうこともありました。で3つ目が、西方教裁判官部会の会員が増えてきたということ で私は、裁判官に任官したのが61年と言いましたが、その翌年、がまあ88人くらいだったんですが、その後十数人単位で増えていって、最終1970年、これちょうど350人になったんですけども、この間、まあ、毎年37、8人ぐらい増えていくということで、で当時任官する人はだいたい60人から70人ですから、だいたい半数くらいが西方教会員になるということでありました。で私が東京地裁に入った翌年、収集20期の判事法が東京地裁に12人入りましたけれども、その中の10人が西方教会員であると、まあ、そういう状態でありました。で、まあ、こういった、まあ、動き、これに対する危機意識が、まあ、3つの面でといいますか、3つの層をなして出てきたということができると思います。まあ、それが1つはメディア、右翼のメディアの中で67年の9月ですが、全貌をはじめとするいろんな出版物で西方教攻撃が始まりました。でそれに対して政府与党の側ではいろんなことがありますけれども、一番特徴的なのは自民党の中に、裁判制度調査委員会というものを作って、そこで裁判官の判決審査をするということが出てまいります。それから、最高裁ですが、最高裁は69年の1月に、当時、横田正俊長官が石田和外長官に代わって、その時から、風向きが急に変わってまいります。で先ほど言いました自民党の判決審査の動きに対して、69年の4月に最高裁はこれに対する抗議の声明を出すんですけども、外に対して最高裁が物を言ったのはこの時が最後です。その後は外に向かってではなくて
内に向かって締め付けを始めるということになります。でその、一連の、動きを2ページの初めの方に、並べておりますが、これはこういうことがありましたということでありまして、でそれについての理屈、論理、これが公正らしさ論と呼ばれるものであります。で、裁判官は公正であるだけでは足りなくて公正らしく見えなければならないというものであります。で中村次郎さん、この方は後に最高裁判事になった人ですが、司法の部内でも当時、リベラル派として評価が高かったのです。でこの方が、公正らしさ論を唱え始めたので、これは大変痛かったですね。でその後朝日の社説、毎日の社説、これが10月、ですね、これはもともとテーマは当時の平賀書簡問題について飯森重人当時鹿児島地裁所長の論文を批判するものであったのですけれども、その返す刀でといいますか、そのついでにといいますか、裁判官も忠誠公正でなければならないと、裁判官は政府を脱退した方がよかろうということが書かれたんですね。でこれはこの2つの社説は、大変私どもには答えました。下院の裁判官の動揺が目に見えるようでしたね。これらの論調、社説の論調は政法協の脱会工作に盛んに使われました。で私も言われました。私も所長に夕食に招かれて所長宿舎に行ってご馳走になったんですけども、その時にどうも裁判官が団体に加入していると公正さを疑われると、新聞の社説も書いてたろということを言われましたね。で私は所長は日本法律協会日法協ですねには加入してませんかと聞いたら、いや加入してる。で所長は頭いいですから、いや分かった俺も脱退する、お前も政法協脱退してくれということを言われました。それから矢崎人事局長は国会で、朝日毎日の社説はこれは国民の声であるということを言っております。それから石田談話、70年ですけども、この後で裁判所司法の号外が出るんですね。政法協裁判官の脱退特集、脱退勧誘特集ですが、この中に朝日毎日の社説が転載されます。これが脱退工作に使われたんですね。で朝日新聞と毎日新聞がこの号外に抗議をしたということを聞いておりますが、どういう抗議であったのか、もしこの中でご存知の方があったら後で教えていただきたいと思います。これ著作権侵害ですかね、何だったんでしょうね。後でお願いいたします。で、こういった政法協脱退の勧誘、この動きは最高裁によって政法協以外あらゆる集会、それから会合、個人的な社会活動にまで、広げられて規制が行われました。これは本当か嘘か知りませんけれども、野鳥の会に加入してするということについて、控えた方がいいと言われたという話があるくらいであります。で私の身の回りの状況についてですが、私は67年の5月に東京地裁に、赴任してまいりました。判事法7年目です。で
そこで裁判官部会の年長者として部会の取りまとめ役をやらされました。年長者といっても当時31歳になったばかりですので、まあそれでも私13期ですが、13期が2人、それから12期が1人、11期が1人と9期が1人と、この5人が東京在住の年長の裁判官ということで取りまとめ役をやりました。で、着任早々に当面したのが先ほど言いました前房でありました。で、会員名簿が前房に載りました。で、我々は裁判官部会の名簿、以後は部会の機関紙かがり火、これに載せるのをやめました。そうしましたら後でですけども、鹿児島地裁の飯森所長が私に会いたいと言ってこられて、で、会いましたら近頃かがり火に名簿が載らなくなった、だから部会の名簿をくれって言われたんですね。ちょっと驚きましたけど。で、69年の秋頃から、最高裁の局付き判事法に対して正法教脱退の勧告が行われるようになりました。で、私は一人一人の局付きに会って、状況を聞いたり、それから裁判所の宿舎を訪ねて、話をしたり、毎日毎日それで費やしました。で、一方で69年11月頃からですけれども、部会の内部で分離独立論が出てまいります。で、これは江田さつきという信任判事法ですけれども、かなり修防の高い人で、今いる江田さんなんですね。この人が分離独立論の急先鋒でしてね。で、私などは西欧教裁判官部会の団結を維持しようという、そういう働きかけをしたのですよ。で、70年の1月13日に部会の全体の会合を開いて、分離するかこのままとどまるかという全体の意見を聞きました。その時に分離独立論が否決されたんですが、圧倒的な多数でしたが、その翌日14日に局付きが全員脱退の届けを出しました。で、その時から脱退工作が全国に広がっていくわけであります。で、一方で、平賀書簡事件がありました。で、これが明るみに出る前に福島さんから、こういうことがあったという手紙と、それから平賀書簡のコピーをもらって、私はこれは公表すべきだという意見を福島さんに送ったんですが、で、14日の日に、9月14日の日にこれが新聞に出ました。で、そうしましたらその時から、平賀書簡事件の性質が、変わってきて、と言いますか、すり替えられたと思いますけれども、自民党の、森山欽治議員が言い出したんですけれども、悪いのは平賀さんではなくて福島さんだと。で、福島さんが所属している政法教が悪いんだと、そういう言い方があって、そこから一挙に、攻撃の的が裁判官部会に向けられてまいります。で、そこで犯人探しが始まります。で、公表に持っていったのは誰なのかという犯人探しですね。で、そこで、そんな中で犯人は宮本だと
いうことが、まあ、しきりに言われ始めておりました。もちろん違いますけどね、違いますけども、犯人は宮本だと言われました。だから同じ時期に、まあ、悪いことは重なるもので東大事件がありました。で東大事件の処理方針をめぐって部内で、いろんな議論がありました。拘留された人が460数人全員が起訴ですので、これを統一公判であるか、グループ分けをするかということをめぐってであります。で判事法会でも議論をしました。で統一公判の話は出ませんでしたけども、処理方針についてもうちょっと工夫があってもいいよねという、そういう意見は出ました。そうしましたら翌日、横川大光から私と鈴木さんという同期で、もう亡くなりましたけども、この2人が呼ばれました。で私は判事法会の会長でもないし議長でもなかったんですけども、まあ、なぜだかこの2人が呼ばれて、横川さんから、何かいい知恵はあるかと、ということを言われました。で処理方針を何か作ってみてくれと言われて、結局まあ2人で取り込まれたというような次第であります。でそこでこのグループ分け、全ての部に分けて、審理をするというこの方針に対して被告人弁護人が反対をして、まあ、審理拒否をすると、ひいては出廷拒否をすると、というところから欠席裁判の問題が始まりました。で、まあ、当時岡垣勲という後に刑事局長になった人ですが、この方がまあ一番手で欠席裁判を始めて、その後ずっと各部がそれに習いました。で一番最後に残ったのが私が所属している刑事16部であります。刑事16部は最後まで欠席裁判は刑事裁判の否定だという観点からこれに同意しないということ で、まあ、孤立してしまったというとことであります。でこの頃に、西村さんという、東京地裁の刑事部の総括ですが、この方からちょっと宮本君ちょっとってんで耳打ちをされたんですが、最高裁のお前に対する評価は最低だぞって言われるんですね。で何ですかと聞いたら、まず正法教の活動家だ、で2番目に、平賀書簡の公表の犯人はお前だと、3番目に東大事件の欠席裁判拒否するについての指導的な役割を果たしているのはお前だと、まあ、3つ理由を挙げられました。で、まあ、私はまあ、評価はともかくとして、事実認識についてはだいぶ違うところがありますということを言いました。そうしましたら西村さんは、じゃあ俺が仲立ちをするから最高裁に釈明に行ったらどうかと、ということを言われました。まあそれは断ったんですけれども、言っとけばよかったですかね、というところですが、まあ71年4月に再任拒否がありますが、その理由はおそらく西村さんが言ってくれた最高裁の見方、この3つだろうと思います。で、まあレジュメで言いますと、この3ページの6あたりになるんですけれども、司法の危機の帰結としての裁判官統制を整理すると、まず第一に思想統制、これは70年代初頭政法教攻撃を中心にするものです。2番目に行動統制、あるいは生活統制と言っていいかもしれません。
裁判官にも勤務時間があるんだとか、あるいは出勤簿を備える、あるいは旅行届を出されるというような、そういうところから始まって、自転車で通勤するのはやめておけとか、あるいは、よく言われるのは赤ちょうちんに行くのはやめておけとか、そういったところにわたる生活統制ですね。3番目が裁判統制、これは80年代から顕著になってまいります。裁判官の研修、それから裁判官会堂協議会、そういったものを通じた裁判の内容にわたる指導が最高裁から行われます。それからあまり知られておりませんけれども、国家機関としての裁判官論という議論が、部内では、一時期、風靡いたしました。これは嘘みたいな話ですけど本当の話で、裁判官には判例に従う義務がある、それから上級庁である最高裁に従う義務があるという議論なんですね。なぜかというと、同じ国家機関なんだから、裁判官も国家機関なんだから上級に従う義務がある。でそこで裁判官として何をしたらいいかというと、最高裁だったらどう判断するかを考えて裁判をしなければならない、こういうことが言われました。で、ご記憶の方あるかもしれません、佐藤文也さん、それから小林誠さん、小林重さん、こういった方々が法律雑誌なんかで書いて、これが相当影響を持ちました。で、こうしたことによって我が国の司法は司法官僚制を確立したというふうに考えます。で、司法官僚制とは何を指すのかということは、この3ページの中段のちょっと下に書いておきましたけれども、つまりは最高裁を頂点とする裁判官の階層秩序、ヒエラルキー、これが基本的な司法の性格を形成すると、そういう状況ですね。で、そこで、あとレジュメの、3ページ下の方に書いてあることを端折りますが、こういったことを通して1-4、これらを通して結果として司法が国民から遠い存在になっていったということを指摘しておく必要があると思います。それから2の、閉塞状況というのは、1に書いたことを裁判官の側に即して眺めてみたものですけれども、これも4、このことを通して国民の司法離れをもたらしたというのが重要だと思います。で、これが司法改革の土壌を作ったと思います。で、司法制度改革の機運は司法の危機との間で、冒頭言いましたように時間の上では20年の隔たりがありますけれども、このようにして司法の危機が生み出したものの中にその源を持っているとということが言えると思います。で、実際国民の司法への不信の気分が司法改革を是認する、あるいは待望するという空気を作っていったと思います。ですから司法制度改革の議論の中で市民の中からの声として、司法改革への警戒の声は出てまいりませんでした。あるいは非常に少なかったと言えると思います。むしろ司法制度改革に対する批判の声は、あるいは批判の動きは最高裁から、法務省の方から出てくるわけであります。これは後にちょっと申します。
でレジュメの上では4ページ、になります。まあ、司法改革は、まあ、どうやって始まったかということであります。で、司法改革はどういう政治力学の中で現実のものになったか、まあ、その契機に4つの方向があったということをここに挙げました。まず第一に財界からの要求であります。財界の要求は、使い勝手のいい司法ということを言ってまして、それが、まあ、例えば手形訴訟制度とか、それから民事執行法とか保全法とかいうことで結実していくんですが、実態法とか手続き法を変えるだけではどうも済まないというそういう意見が出てまいります。それが、まあ、象徴的なのが経済同友会が出した現代日本の病理と処方であります。でこの中で制度批判が出てきます。で裁判官が社会の流れをつかんでないということ、それから市民感覚から離れた裁判判断がなされるということが同友会の意見の中で出てくるんですね。2番目がアメリカ、つまり、まあ、外圧です。これは、まあ、アメリカの外圧はあんまり知られないのですけれども、毎年毎年規制緩和の要求として出てきておりました。それから3番目が、自民党政府であります。で、まあ、経済改革から行政改革と続いてきた規制改革の一環として司法改革を位置づけるという動きが出てまいります。で後に出てくる報告書でこういうことを言っておりますから、国際化の急速な進展の中での透明なルール、それから自己責任原則に貫かれた自己救済型社会、そのために司法の機能を充実強化することが必要である、まあ、これは明らかに新自由主義の路線にも、基づくというふうに言えると思います。でそして、4番目です。で4番目が先ほど申しましたその司法官僚制が強化される中で裁判がもたらすものに対して国民が不満を持つ、そこから出てくるものであります。で、まあ、直接の契機は当時の、4つの死刑再審無罪事件、こういうものを通して裁判官何やってるんだというそういう声が強くなってきますし、まあ、訴訟促進だけ進めていて手抜き審理が行われているという批判も出てまいります。で日弁連は、まあ、これを定式化して運動会いたしました。中坊公平会長の時期であります。1990年5月の司法改革宣言が最初で、その後第二次第三次と続きますが、初めて弁護士の自己改革を掲げました。これを宣言しつつ司法の体制の改革を要求いたしました。その中で放送一元陪審の要求を掲げました。で91年の4月に日弁連の中で司法改革の組織と課題を検討する委員会ができまして、私がその委員長になったんですが、で取りまとめをして、提言をしまして、その提言に基づいて、92年の6月に司法改革推進本部というものができます。これは会長が日弁連会長が、本部長なんですが、本部長代行に中坊さん、私が事務局長に就任しました。で司法制度改革審議会が始まって、これを組織替えして司法改革実現本部といたしました。今司会の津山さんが紹介してくださった、実現本部ですね。これも会長が、本部長ですが、私が事務局長を引き続きやりました。
中坊さんは審議会の委員に出ました。で、日弁連は司法改革の要求を市民のための司法と市民による司法というふうにスローガン化しました。で、亡くなったあの NHK 解説委員の若林さん、この方が事務所に、私の事務所に来られたときに、こういう打ち出し方をしようと思うがどうだろうということを聞いたんですね。そうしましたら岡林さんが諸政論ですね、って一蹴されてしまいまして、だけどもその後で NHK の朝のニュースの解説に岡林さんが出ておられて、市民のための司法と市民による司法ということを言っておられましたから、あ、若林さんもやっと分かってくれたなと思いました。で、今回の司法制度改革、これはまあ議論があるところです。規制緩和型の司法改革で、これに日弁連が乗せられているという、そういう批判がありました。今でもあります。確かに司法制度改革は自民党政府の一連の規制改革の一環として、規制緩和を司法の世界に実現しようと構想されたものには違いないと思います。ですから、行政改革の手腕を発揮したあの佐藤浩二さん、京都大学、この方を司法改革でも委員長にしようということになったわけです。で、私は、まあ、後ですけども、古川官房副長官に、会って個人的に会って、まあ、若干厚かましいですけれども、佐藤さんは辞めた方がいいということを言いました。佐藤さんでなくて松下さんを委員長にしたすべきだということを言いましたが、その時、古川官房副長官はいやもう決めちゃったんだと、佐藤さんで行くんだと、これもまだ第1回の審議会が始まる前ですからね、その前にもう決めたということを言われてしまって、あ、そうか、で引き下がったんですけども、まあそういうことなんです。だけれども、ただ、市民の司法型の司法改革の要求は、こういった、規制緩和型の司法改革の動きを利用しながら、いわば、結果としては寛骨脱退して、真の司法改革の実現に結びつけたと思います。これはが私の結論であります。後で多少、これを復元して時間があったら言うと思います。まあ、あの結果を見てみると、実現した司法改革、これは規制緩和としての司法改革とは到底言えないものがいっぱいあります。で、このことについてこの後、まあ、4つほど挙げてみようと思います。で、これが、4ページの下の方、司法改革で変わったもので、括弧1から、括弧4まで挙げているものです。まず一つは裁判制度があります。で、これは市民による司法の制度化としては、革新的なもの、革新、まあ、蹴る革新をなすものだと思います。他にも実現したものはありますけれども、ちょうど裁判員裁判の報道規制の議論をする検討会で、今日司会をしておられる津山さんが、あれは新聞協会の側ですかね、の側で来ておられて、私が日弁連の側で出てまして、あれ？お互い顔を見合わせたということがありました。で、その裁判員裁判の議論の時だけでなくて、私は全ての議論の時、検討会が12ありましたから、12の検討会全てに関
関わって日弁連としての立場を提出しておりました。でそれで、まあ、その時はもう日弁連の中に机をもらって、ほとんど日弁連に常駐状態でありまして、給料はもらえませんけども、無給の日弁連職員みたいなもので、動いておりました。で2番目に挙げているのが国選弁護ですが、特に被疑者国選については劇的に変わったと思います。ゼロから出発ですからね、何もなかったところから出発して、で発足初年度と今とで約11倍になっております。でそれから法テラスの設立、法律扶助協会に対する補助金は当時年間3億円でした。それが今380億円、でこれはあの法律扶助事件の償還金を含んでますので、実質は319億3600万円って言うんですけどね、それでも100倍の規模になっております。それから裁判官制度、裁判官制度は裁判官の任用再任も含めて、それから裁判官の人事評価、これらが従来は最高裁事務総局の独占権限でありまして、官僚統制の最大の武器だったと思います。でこれを変えなさいというのが審議会の意見でありまして、でこの制度づくりは検討会でなくて最高裁がやりました。その最高裁の一般規則制定諮問委員会という委員会で制度づくりをしたんですが、そこに私が委員として入りました。実現本部の本部長代行の傍らで委員で裁判官制度の制度づくりもやったんですが、で裁判官制度に風穴を開けたという意味はこれは大きいと思います。でまず年間400人の裁判官を審査するわけですね。これが市民委員が過半数を占めているというそういう委員会である。それから人事評価について、これも外部評価ができるし、それから人事評価についての手続き保証デュープロセスができたということがあります。でまあ、その他の改革、ありますが、これはまあ省略ですね。まあ法科大学院制度については光と影で、まあ、いろいろ問題はありますけども、そこで、改革についての評価です。評価としては私はまあ相当に前進したと思います。まず司法の透明度が増したということ。それから2番目に国民からのチェックとか参加、これがかなりできるようになったと思います。でなぜそうなったのかということですが、まあこれについては私の意見についてはおそらくご異論があると思いますので後で伺いたいと思いますが、私はまあ、こういうふうに考えているわけです。で確かに自民党が動かなかったら司法制度改革はできなかったです。これはまあ政府の与党ですから、法律制度と制度づくりの道筋を決める力を持っているわけです。でそれに対して外圧もそれから企業の要求も改革に向けて自民党を後押しします。で、それらはいずれもいわゆる規制緩和型の司法改革の力でありました。で、ただ自民党は司法改革としていろいろ言われるけれども、
何を具体的にやったらいいか、どうやってやったらいいかという、そういう具体策に乏しかったと思います。で、法務省が本当はサポートするはずなんですが、法務省は人が増えればいい、人ってのは検事ですね、検事が増えればいい、他のところはもう、手を突っ込まれたくないという態度があらわでした。で、何も、自民党にサポートしてくれない。最高裁はどうかというと、最高裁は改革するところはないという立場です。改革するところがあるとすれば、それは弁護士の改革だけだと言っておりました。これは審議会で、泉事務総長がプレゼンテーションで述べていますので、ご存知の方は多いと思います。で、そこで自民党は当面弁護士自治をテーマに掲げてやるということで発足して、日弁連に調査会に出席するようにと求めてまいりました。97年の6月頃です。当時の小川事務総長、日弁連のこの小川さんが、至急相談したいことがあるということを私に言ってこられました。自民党から出てこいと言われてるけど、どうしようかというんですね。で、それまで日弁連は政党の会合に出たことはないんです。で、自民党は政権与党ですけれども、一政党に過ぎない。しかも調査会は自民党の政務調査会の中の一つの部門に過ぎない。で、そこに出てこいと言われていくのかということだったんですね。で、どうしよう。で、だからどうしようって言ったって、このままでは欠席裁判をされて、司法改革は弁護士改革をして、弁護士自治はなくします、で終わるだろう。で、私は出るべきだということを申しました。で、そこで、出ることになって、ただ会長と副会長は出ない。で、司法改革推進本部が対応するということで、私その他が出る。で、事務総長は出るけども発言はしないということで、自民党の調査会に出ることにしました。で、この時に日弁連の改革の要項を自民党に持って行って説明をして、これを改革項目として議論してもらうということをやりました。で、中間の取りまとめで、日弁連が言っていた司法予算拡大、裁判官増員、法律扶助の拡大、これが自民党の意見として入ったんですね。で、それからあと、さらに裁判官具体化した、日弁連の要求項目を柱に調査会の議論が進みます。で、2つの部会が作られて、で、部会長が太田誠一議員と加藤拓司議員ですが、で、この部会が32の項目を手分けして各週に部会を開く。で、つまり毎週ですね。で、私はだから毎週朝8時自民党のに行って、朝食をごちそうになるということで張り付くことになりました。で、調査会は日弁連だけではなくて、各会からのヒアリングもしましたし、意見集約をやりまして、国民の不満を聞こうという、姿勢が現れたんだと思います。で、そうやって自民党の報告書はできたのです。で、その中に、弁護士自治への介入は、いつの間にか消えているということになりました。で、
まあ、自民党の報告書、ここに前の方に書いておきました21世紀の確かな指針の内容は今見てみても驚くほどに日弁連の司法改革の基本的な提言と似通っております。で今は、まあ、細かくいちいち対比はできませんけれどもこの報告書の中に陪審参審の検討が入っております。それから放送一元の検討が入っております。それから裁判官の拡充法律扶助の充実それから被疑者弁護制度も入っております。まあ、この過程で、まあ市民の関心、国民世論が無視できないものがあったということだろうと思います。で審議会に入ってからですけども、まあ、一つの例として、日弁連が取り組んだ100万人署名があります。でこれは短期間のうちに276万という、まあ、超過達成をいたしました。でそれが審議会のモニター室の壁に積み上げられました。ご覧になっている方はおられると思いますけど、まあそれを見て、日経の論説委員であった藤川さんが手法は確実に変わると書いておられる。これ私はよく記憶しております。でもちろん自民党の 調査会の報告書と私たちの言う市民の司法との間には同床異夢の部分もあることは間違いありません。例えば、自己責任論の反面の、まあ、自己救済としても裁判官増員とか司法予算の増加とかいうことは言えます。ただ権利救済、権利擁護正義を実現するというその手段としてもやはり裁判官増員司法予算浮上を広げる被疑者国選充実するということも言わなきゃいけないわけで、まあ、違った方向を目指しているものが、まあ必要とする具体的な政策で一致したという面はこれは確かにあると思います。で改革の歪み、レジュメの6ページの下の方ですが、まあ、人口が増えた、弁護士人口が増えたからいろんなことが出てきたということが言われます。で弁護士の事務所の経営が難しくなったと言われます。新人弁護士の就職難がひどいと言われます。そうかもしれません。で、ただそれらは従来の弁護士の状況を固定して考えた場合に言えることだと私は思う。ですね。まあ、弁護士は事務所に腰を据えてお客を待っている。一元さんは断り、浮上は いらないし国選はやらないで来たわけですね。この間まで十数年前まで新人弁護士は必ず好きなところに好きな事務所に入って世の中の波以上の収入を得ている。それが当たり前であった。しかし弁護士は今の収入を維持しなければいけないのかと思います。でアンケート調査の結果で明らかですけど、平均弁護士の平均収入年収2200万円、最近の調査でちょっと落ちてます。1800万円。新人弁護士は就職する、つまりどっかの事務所に入らなきゃいけないのか、
即弁、即読、あるいは即弁、これは否定的なイメージで語られてますけども、それでいけないのかというふうに思うんですね。で、私の疑問は、弁護士が増えて、国民は困ってるかというところです。で、それから弁護士あるいは弁護士会の、内向きの思考、これは確実だと思います。弁護士会は軸足を会員の経済的な地位向上に移しております。で、ちょっと前ですけども、宇都宮執行部1年目に会務執行方針を出しました。重点項目として5項目挙げています。その中の4項目が会員の地位と経済的な支援に関するものであります。で、そうしたことが政治的な社会的活動を市民から評価されない、弁護士が評価されないという、そういう傾向をもたらしているんではないか。弁護士あるいは弁護士会の地位の相対的な低下をもたらしている。私はそのように思われます。で、度重なる不祥事、これがまあそれに輪をかけていると思います。で、まあ、自分で書いてて変ですけれども、人口増は司法制度改革による歪みではないんではないかと私は思っています。改革を受け止める弁護士と弁護士会の反応の問題であろう。現実に人口が増えることによって弁護士のゼロワン地域は解消されましたし、過疎地では弁護士の需要は確実にあるということが、コーテラスの4号事務所スタッフ弁護士の活動によって証明されているというふうに私は思います。歪みとして法科大学院挙げましたけれども、これは皆さん今ご覧の通りでありますので、省略いたします。で、時間が来てますね、来ましたので、課題についてちょっとだけ、触れて終わりにいたします。まあ、第二次司法改革、つまり司法改革の課題をさらに追求すべきだということを誰もが思っているし言いますが、現状はどうかというと、宇都宮執行部では第二次司法改革を掲げておりましたけれども、掲げただけで立ち消え、実際にはやられていません。それから山岸執行部になって第二次司法改革の受け皿としての組織もなくなりました。今、日弁連には何もないという状態です。で、当面の課題、まあ、ここにはいくつもありますけれども、省略いたします。まあ、裁判官制度、捜査過程から行政訴訟、まあ、それぞれやるべきことはあります。一番最後に基本的な課題のところだけ、申し上げて終わりにいたします。司法官僚制をなくすのが司法改革の現時点での最終目標であります。で、それには法曹一元から陪審を実現すること、それから最高裁の事務総局を組織を改めることが必要であると思います。で、今司法制度改革が行われた後でも、なおかつキャリアシステムを中軸にする階層秩序は手つかずであります。これが問題です。で、階層秩序といいますのは、例えば裁判官の報酬は26段階で、同じ裁判官なのに一
番下と一番上の間は10倍の開きがあります。私は外国のことはあまり知りませんけれども、ドイツでは3倍の範囲に収まっていると聞いております。それから序列ですね、関西判事から始まって最高裁長官まで序列として7段階の序列があります。さらに司法行政上の指揮命令系統、これは上から長官、所長、支部長、総括裁判官、単独裁判官、陪席裁判官、これはその場面によっては上命下服の関係になっている。同じ裁判官がそういう関係になっている。で、それらをがキャリアシステムによって初めて成立しているわけで、これをやっぱり崩さないといけない。で、それを崩すための過渡的な改革として、地方分権、中央集権から地方分権というようなことを言ったり考えたりしてます。例えば司法行政を最高裁から各単位、高裁単位に移すとか、それから裁判官の任置とか、補職とか任命、転任、これらをブロックごとにするとか、そういうことを、言ってますが、確かに言われるまでもなく実現していくのは率直に言って大変難しい。で、まず第一に、弁護士たちの取り組み、これが絶対必要ですし、それから国民の関心の盛り上がりが必要です。ですが、先ほど言いましたように弁護士たちの取り組みは冷え込んでいるというのが実際のところですし、国民の関心は、裁判所の近頃の一定の、態度の変化、改良の施策もあって、2000年の当時ほどに盛り上がっていないというのが実情だと思います。で、私たちはささやかながら、有志でもって、司法改革の研究組織を続けてます。で、その成果を司法事務法務研究から、司法改革の到達点と展望という題で本にして出したり、それからシンポジウムの成果を出版したりしました。それは続けていきたいと思ってます。やはり基本は、私は弁護士が人権と正義に向き合う姿勢、これを明確にする。で、そうして初めてに国民が、司法官僚制の矛盾に気がつく。で、それを除去しなければならないんだという、そういう世論が形成されるだと思います。で、なかなか将来像が描きにくい、課題が大変、見えにくくて申し訳ないところで終わりますが、これでお話を終わります。ご意見なり何なりをぜひ聞かせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。これから質疑に移っていきたいと思います。ご質問とかご意見のある方はですね、手を挙げて、そして所属の名前をお願いします。それじゃあどうぞ。個人会員の川北です。大変、貴重なお話ありがとうございました。まずお聞きしたいのは、司法改革の中で、特に当初陪審制ということを言われたわけですね。で、ただ陪審制というのは以前は判例で、要するにですね、国民が裁判を受ける権利というのは職業裁判官の裁判を受ける権利であるというふうになっていたわけですね。ということを理由に以前は否定されていたと思うんですが、
それを最終的に、まあ、陪審制ということではないんですが裁判員裁判制度という形で、まあ、なったわけですが、これも同じ論理で言えば否定される、最高裁的論理から言えばね、否定するようなことじゃないかと思うんですが、それが最高裁を受け入れたのはなぜなんでしょうか。それとで、ね、ですね、もう一つこれに関連しては、最近裁判員裁判で出た判決をですね、上級裁判所が否定するケースがいくつか出てますよね。そうするとまあそれはある意味でその初級裁判官によるまあ一種のまあ相場という点ではね、まあそういう意味での公平性はそれで担保されるかもしれませんが、そういったものではない市民の感覚を裁判に地方に持ち込むというね、当初の裁判員裁判制度という趣旨にはこれは反しないでしょうか。一番目の問題ですね。これは当初おっしゃるように最高裁は、違憲だと、憲法違反だということを言っておりました。当初言ってたのは堀米さんという、最高裁判事も辞めた人ですけども、この人が事務総長の頃に、私などを呼んで、憲法違反だから受け入れられないと、せいぜい、評決権なき三審だと、要するに国民の意見を意見として聞くだけだと。で、つまり今おっしゃるように憲法が、裁判官による裁判と言っているのは職業裁判官による裁判だと言ってたんですね。で、竹崎さん、後最高裁判事になってもう辞めましたけども、この人も同じことを言ってました。で、相当竹崎さんが最高裁の方の窓口で、私が日弁連の窓口だったんですけども、この2人の間で相当激烈な議論をして、でもしまいに竹崎さんが、こんなことをやるんなら事件になって上がってきた時に最高裁でね、憲法違反でひっくり返したからな、なんてこと言ってね、自分が最高裁判事みたいなこと言って、まあその当時違ってたんですけどね、言ってたんですね。ところがある時期から変わりました。審議会の途中からだと思います。で、まあ、これは我々が説得したのがこうそうしたとは思いませんけれども、理屈で言うとやっぱり憲法違反にはならないと思うんですね。これはもうついといっても2年ぐらい前、最高裁の大法廷判決で、合憲だということを出しましたけれども、やはり裁判を受ける権利、これは職業裁判官による裁判と限定してはない。職業裁判官であってもなくても、それはもう許容する趣旨だと、という理解に到達したんだと思います。でその理解が私は正しいと思います。で実際に戦前の陪審制度、これも陪審法を停止するということで今停止されているだけなんですね。でおそらく憲法違反でないことを前提に停止しているということだと思います。それから2番目の問題、これについては私は上級審でもって、裁判員裁判の結果が、否定されるということ、これは違和感は持ちません。で審級制度があって、でその中でこの段階で誰がどういう裁判、どういう仕組みで裁判するかということを決められている以上、あり得ることだと思うんです。ただ我々と日弁連は、制度作りの段階で、高裁にも裁判員裁判の制度を作るべきだということを主張しました。で一審も二審も裁判員裁判制度でやるべきだと言ってたんですね。まあ、それはまあ入れられなかったわけですけれども、まあ、今のような制度になった、限り結果を見て裁判員のことを職業裁判官が審査するんだと、
そういう見方でなくて、やっぱり制度の在り方として、まあ、是認せざるを得ないということであろうと思います。はい、他にどなたかいらっしゃいますか。じゃあ私からちょっと聞きたいんですが、その現在のですね、裁判官の市民的自由っていうのはですね、どの程度保障されているのか、69年から8年に出した裁判所法の改正ありましたよね、最高裁事務総局の。あれだとですね、かなり大幅に認めていましたよね。解説書禁書にしたんじゃないかと思いますが、その出版されてませんから、現状はどうなっているかということと、もう一つ遡ってですね、宮本さんが再任拒否されて最高裁にですね、聞きに行きましたよね、理由を。あの時差し支えなかったらどういう会話があったか、あったのか教えていただければと思います。最初の問題ですが、おっしゃってるのは裁判所法解説という三巻本 の、 本ですね。これは相当リベラルといいますかね、なことが書いてありまして、でそれが途中から、部内でも閲覧できなくなってるんですね。で、まあ、以前は私どもが裁判所にいた頃は資料室に行けば自由に見れたんですけど、資料室にも出してありません。禁書といって封書までは言ってないと思いますけども、出してませんね。出してないということはつまりあの通りに裁判官に行動されては、あるいは裁判所の職員に行動されては良くないなと思うところがあるからだろうと思います。事実その通り、裁判官の居心地といいますかね、日常生活の許容度はかなり狭くなっていると思います。さっき比較していた野鳥を守る会ですけども、これなどは最高裁の今現職の裁判官なんか、いや私に向かってね、いや私なんかも野鳥の会に入ってますけども別にどうってことありませんなことを言うんですけれども、一方で、野鳥の会に入るのは望ましくないと言われた人がいるとすれば、まあ、そういった制約を受けている。で、まあ、いろんな人からいろんなことを聞きます。例えばさっきも言いましたかね、裁判所は裁判官は通勤には徴用車を使うんですね。徴用の自動車で行き帰りします。で、私は自転車を持ってるから、あるいは体にいいから自転車で通勤しますという人がいても、それはダメだと言われる。でこれはやっぱりね、市民的な考えからするとちょっと納得できないですよね。まあ、しかし裁判所の論理からすると、いつどこでどんな人と接触するか、どんな目に遭うかわからないと、無事に送り届け無事に迎えるのがやっぱり仕事の範囲だということになるんでしょうね。まあ、そういうようなことで、なかなか自由が厳しいのは現実であると思います。それから、71年の4月ですね、この時には対応したのは矢口さんが人事局長で、それから秘書課長が陪席しておりました。秘書課長なんと言ったかな、秘書課長はほとんど喋らないで、矢口さんと私で喋ってました。まあ、私の方から再任拒否ということを
新聞で聞いている、あるいは再任についての情報をが何も入っていないということを所長なり長官から聞いている、だけどもそれは納得いかないんで、まだそれは再任が4月13日で、行ったのが5日か6日だと思いますけどね、再任の時まで若干の時間があった。再考していただきたい、もう一回考え直してで再任をしていただきたいということを言いました。そしたら矢口さんはそのことは分かりました、伝えますと言いました。裁判官会議に伝えますということでしょうね。だから、伝えられる再任拒否の理由というのは何なんですかということは聞きました。でそれに対して、それについては答えられないということです。で政法協会員であるということが理由だということが一つ言われてますけども、それはどうですかと言ったら、まあ、それはあり得るけれどもそれだけということではないと理解しているということを言ってました。その他には、記憶しているのはそのくらいですね。そのことをめぐる押し問答で、そうだ、つまないことでね、つまないことで秘書課長が宮本さん休暇届は出してきましたかと言いましたね。それはね、幸いにも出してたんです。出してきました。こちらに来るという旅行届は出しましたかと、それも出しましたと言いました。あとはその日のつまんないことが何かあったかもしれないけど、ちょっと記憶してない。はい、わかりました。はい、どなたでも、はい、どうぞ。はい、はい、はい、どうぞ。申します。私も、そこにおられる津山さんと同じ頃、70年代に、東京の中央記者クラブで、まあ、いろんな取材をしたりした経験もありますけれども、それでお伺いしたいんですが、先ほど、70年代の転換点、まあ、再任拒否問題の後を含めて、今ご登場お話に出ました矢口さん、矢口浩一さん、これから矢口さんの、時代が始まり長く続きまして、そして国家機関論でしたかしらね、あれは矢口さんの時代ですか、それともちょっと前ですか、まず、裁判官あれが矢口さんが、長官に就任してからかどうか分かりませんけども、矢口さんの在任中ではあると思います。でしたよね。まあ、それはそれとしてですね、まあ、矢口さんの時代、大変、まあ、そこに書いておられるような、まあ、いろんな、まあ、行政優位、それから内部の非常に、まあ、ある意味統制の効いた、からよくおっしゃってましたけど、例えば海軍の話もよくして、今あそこにいるのは次はこうだこうだと人事の話はよくされていたものですが、今言っておられた先ほどのいわゆる非常に厳しい時代というのは、まあ矢口さんの時代そのものであったと。ところが矢口さんの退官後にですね、この司法改革ということになった時、矢口さんは在野に出られて、陪審を非常に強調された。でこれは国民世論の一つの大きな、まあ、陪審ではないけれども裁判員制度に向かっていく、一つの力になったというふうに私は、まあ、思うし、まあ、実相ではなかったのかな、まあ、そこで宮本さんは、再任拒否当時の人事局長であり、後の
裁判所の非常に厳しい時代の長官でもある。そしてまた最後に今度は陪審という形で言われた、この矢口さんをどのように評価されるのか、このいわゆる転換期、70年代の転換期という時代は、やっぱり矢口さんの時代を抜きになさったことを抜きになかなか考えられないというので非常に大事だなと思いまして、宮本さんのご意見を伺いたいと思います。私は矢口さんの構成というか、亡くなる前の時期のことを評価しているというふうに、そういうふうに理解する向きがあるんですけども、私はそうではないんです。矢口さんの行動について評価するということはしておりません。ですけれども、彼が今お話のように国民の参加という観点、そこまでいくのかどうか、裁判官のキャリアだけでは良くないという考えに至ったと、これについてはそれなりのことはあるんだろうなというふうに思って、彼の考えの道筋を理解しております。つまり彼はおそらく、最高裁に長官に就任して、それで、その自分の配下に入った現職の裁判官たち、特に現場の裁判官たちが非常に痩せ衰えていると、いうことに気がついたと思うんですね。で、これは私が喋るのを省略してしまったレジュメでいうと3ページの下の方の閉塞状況、というところに並べておいたところですけれども、上からガンガンやられる、思想統制、それから生活統制、裁判統制ということでやられていって、その中で順応していこうとする裁判官が自分の主体性を失う、自分の骨を抜かれていくと、そうやって裁判をやっていく、裁判をサラリーマンのようにしてやっていくという姿に彼は直面したと思います。で、そしてこれではいけないというので企業に出す、新聞社に出したりということも含めて企業に裁判官を出したり官庁に出したりしますけども、それではやっぱり不十分だということで、陪審制度、これも一つありだなというふうに気がついたと思うんですね。若干前回すぎるかもしれませんが、それにしては、検討会の最終段階で、矢口さんが、11対1を唱えましたかね。これは皆さんの方がお詳しいと思うんですが、職業裁判官1に対して、陪審員じゃない、裁判員11の11対1の裁判員制度を唱えた。で、これはさすがに私もびっくりしましたけどね。で、そこまでは いきませんけども、やっぱり裁判員裁判でもって国民の意見を聞く、職業裁判官で物事を決めない、これを基本にするということでなければ、これからの司法が運用できないということに、彼は最後の最後になって気がついたんではないかなと思ってます。あまり十分なお答えになりませんけれども。はい、他にどうぞ。はい、個人会の伊藤と申します。我々裁判員制度は国民の目線で、裁判に市民が関わるということで理解してるんですが、先ほども質問者がありましたように、
まあ、上級裁判所が裁判員制度のあれを変えていくというようなことで、これ死刑とかなんかの判決を出す裁判員というのはかなりの覚悟で出すんだろうと思います。それでそれを否定されたんだったらね、何のためにやってんのか、なかなか理解に苦しむだろうと思います。そうすれば、まあ、その相場があるような殺人とかなんかの大きな裁判は職業裁判官がやって、それで国民というか市民の目線でやる裁判というと、これは汚職とかいろんな形の裁判の方がよろしいんじゃないかと思います。まあこれは検察審査会も含めて、まあ、第二次司法改革やるとなれば裁判所と検察と一緒にやってほしいんですが、まあいろいろ警察の、まあ、裏金作り、これは我々市民から見ますとこれは完全に横領ですよ。税金の横流しですからね。だけどこれを返せばよろしいと、で罪なので返しますって言って国会上刑とかなんかは皆さん返してますよね。だけど刑務所に入った人は一人もおりません。で我々がもしどこかから金庫盗んできて手つかずに捕まった時に返しますと、全然無罪になりますかと言うと、まあ、無罪にはなりませんわね。それいくらはそのまま返しても裁判にかけられて窃盗罪が成立するということになりますから、だからもっと市民の感覚を生かしてやるんでしたら、そういう汚職とかそういう窃盗とかなんかそういうものをきちっと市民の目線で、この人はまあ生活的にかわいそうでこういだったんだから、まあなんとか助けてあげましょうとかね、今回は起訴猶予にしましょうとか、そういうこともいろいろ考えてねやれるようなあれがあるだろうと思います。で我々警察庁とか、まあ大阪地検も裏金作ったらしいですけどね、返せばいいんじゃなくて、これもやっぱりきちっと裁判にかけるということで、裁判員制度をもっとレベルの低い犯罪に利用したらどうかなと思います。で罪の重いのは職業裁判官がやると、それが本当の市民の目線でいろんな司法に入られる形になるんだろうと思いますんで、まあ司法官僚この人たちがいる限り、役人とかなんか一緒に仲間の連中の罪は軽くしよう、政治家の罪は軽くしようというようなことが起こるんだろうと思いますんで、そこへ市民が入っていってやるというのが私は一番いいんじゃないかと思いますんで、宮本先生にぜひ今度の第二次司法改革が行われるとしたら、そこをなるべく入れてほしいなというふうに感じます。どうでしょうか。今の意見私は一部賛成一部反対で反対の部分を先に言いますと、重罪、特に死刑が入っているようなこういう事件を裁判員裁判から除外するということに反対 で私は刑事裁判とは何なのかというところからまず考えるんですね。やはりこれは国民が裁く、市民が裁く、これが基本で、それをなぜ死刑だから回避して職業裁判官にやらせるということになっていくのかということを考えるんですね。ですから当然に裁判員が担い続けるべきだ、回避すべきではないと思っているんです。これはまあもちろん議論があるところですから、いろいろ意見を出し合ったらいいと思いますけども、まあ、私はそう考えている。賛成の部分は、そのような経済事件に裁判員裁判を導入する、これは私は賛成で、これはもともと自弁連もそう言ってたんですけれども、重罪事件だけというのは審議会と検討会の過程でそうなっていったんで、それを分ける必然性はないんですね。で裁判をやるのは市民なんだと、そういう基本精神からいくと経済当然やるべきだと思います。でなお言えば民事についても陪審を広げるというのがいいと思っていて、国賠事件、国家賠償事件ですね、だとか行政事件、こういったところにも陪審は広げるべきだと思ってます。ということですが、今のお話
なところはいろいろ議論の分かれるところだから議論をそれぞれ煮詰めて展開していけばいいんじゃないかと思ってます。はい、大体時間が来ましたが、まあ、最後に一つ質問だけさせていただいたと思うんですが、結局ですね、司法機器を作ってですね、それで司法統制を官僚統制を進めたというのはですね、まあ、最高裁なりのですね、司法の自立をですね、消極的に守ろうとしたんじゃないかというふうに解釈してるんですが、で宮本さんに対する再任拒否もですね、後に最高裁の幹部はですね、ここまでやる必要はなかったんだというようなことも言ってますし、そういうことを考えてますとですね、こうやりすぎちゃったと、ああいうことだろうと思います。で、なぜ結局この司法危機を演出することによってですね、最高裁は自分たち守ろうとしたんですが、これは結局失敗したということですね、これ。要するに司法の独立の守り方には、ね、いろんな守り方があったと思うんですが、最高裁はですね、やはり官僚的な頭でですね、自分たちのですね、独立口出ししないさせない代わりに自立しますよということで統制を強めたんだろうと思うんですが、宮本さんはこういう見方についてはどういうふうにお考えですか。失敗したという結論については賛成なんですけれども、前提が間違って前提について意見が違います。で裁判所の自立を守るために、消極的なそういうその自己を守る手段に出たというふうに私は理解していない、理解してない、という立場から今日のお話をしたんですけれども、やはり私はやっぱり政治時の政治権力に、やっぱり屈してしまったというところが大きい。でその場合に、どこを取ってどこを守るかという、そういう選択がありえたのかなというふうに思ってるんですね。でそこで前提のところで津山さんと意見が違いますけれども、だけれどもやってみたけども、これはやったけども失敗したということ、点ではそうだと思います。私は最高裁はまあ失敗したと思ってるし、それで、やらなきゃよかったと思ってるし、まあ私に対してお詫びの言葉はまだいただいておりませんけれども実質は、間違ったというふうに言ってんじゃないでしょうかね。はい、他に得なければこれで終わりたいと思うんですが、よろしいでしょうか。それじゃあ最後に宮本さんにですね、記念品を送りたいと思います。今日どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。で記号はどうされますか。はい、はい、じゃあなんかちょっと書いてます。書きます。はい、
最後にお書きになったのはですね、記号は司法改革の完成へというのを書いていただきました。宮本さん、どうもありがとうございました。どうも。